こんにちは、学芸員の展示場ガイドです。私は本日担当させていただきますサイエンスガイドの愛坂です。今日ご説明いただくのは学芸員の斉藤さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。はい、斉藤です。よろしくお願いします。斉藤さん、今日はどの展示を紹介いただけるんですか？こちら。こちらって人形ですか？まあ、どうぞ。あ、はい。これは何かわかります？いや、これっていや、あ、ちゃんと名札ついてますね。原始人。こちらは？こちらはアインシュタイン。アインシュタイン。天才科学者。偉い人。偉い人です。一般相対性理論を言ってね。そうそうそう。すごいの、理論作りはったんやけど。こっちは？いや、こっちは言うても原始人でしょ。原始人、これ火起こし、そう、火起こせて、えら、そうですね。原始人もえらい。確かにそうです。原始人火使ってました。ね、はい。で、ギリシャ時代なんてね、もう銀貨お金があったし、ローマ時代には水道管も張り巡らしてね、はい、そんな生活してたし。そうですね、何千年前とかですよね。それから昔の人だん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 賢くなってきてね。でガリレーニュートンといってね、大発見が積み重ねて、はいはい、でそんなの結果アインシュタインがね、すごい仕事できたんです。あ、そうですね。原始人からいろいろずっと科学が発展してきて、科学者がいてアインシュタイン、そう、人類だん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 賢くなってきたんです。あ、そうなんですね。でそういう歴史をね、こちらずっとやってますね。サイエンスタイムトンネルで、はい、触れて楽しく紹介してます、はい、そうなんですね。そういう展示です。ここはサイエンスタイムトンネル、うん、その科学の歴史が触れて楽しめる、うん、その入り口で、皆さんをお待ちしてるんですね、このお二人。そうなんですね。じゃあ、ぜひ私たちもここで記念撮影、ね、まずは皆さん記念撮影。じゃあ斉藤さん、行きましょうか。行きましょうか。はい、はい。いろいろあるんですね。これ、え、これ、あ、これね、はい、ちょっと こっちですか。はい、あ、これ結構楽ちん。次行きましょうか。